はい、というわけでね、本日12月13日なんですけども、NGT48 3期研究生のね、パーティーが始まるよ公演ということで、自分もね、ようやく申し込みができましてですね、これから、そのね、3期研究生によるパーティーが始まるよ公演、見に行こうかなというふうに思っております。初日はね、DMM で見たわけですけども、それ以降の公演初めて見るので、パフォーマンスとかね、DMM で見るのとね、また生で見るのと全然違うと思うんでね、その辺注目して見ていきたいなというふうに思います。もういかんせんね、パーティーが始まる公演についてはね、結構 NGT ファンからするとね、もう、たくさん見てる方も多いんじゃないかなというふうに思うんですけどね。メンバーが違ったりとか、表現の仕方が違うっていうだけでね、どれぐらい違うのかっていうところもね、そういうところが楽しいポイントになってくるのかなというふうに思うんでね、その辺も3期研究生どんな感じに見せてくれるのかね、その辺も楽しみに行ってこようかなというふうに思います。はい。というわけで、公演に行ってきました。はい。というわけで、久しぶりの劇場公演だったわけですけども、まあ、席自体はね、赤席ではなかったんですけども、こう、センターど真ん中で見れたんでね、ステージ全体を見ることができて、めちゃくちゃいい席だったな、というふうに感じました。久しぶりに劇場自体入りましたけど、席もいい感じで見れたということで、まあなんか、よっしゃよっしゃ、と。いう感じでしたけども。いやー、やっぱり配信ももちろんいいんですけど、自分の時間で見れるっていうのはあるので。ただ、同じ空間、目の前でね、メンバーがパフォーマンスしてる様子を見れるっていうのは、やっぱり、改めて、やっぱり生の劇場、生のパフォーマンスいいなというふうに思いましたね。さあ、というわけで初めてね、自分は生で3期の研究生公演をね、見たわけですけども、まあ、今回、公演が始まってちょうど1ヶ月の日だったということらしいですね。いやー、初々しかったですね。パーティーが始まるよ公演、やっぱり、こう、NGT メンバーみんな通ってきてはいますけども、毎回ね、見てて思うのは、当時を思い出すのもあるし、そのね、楽曲をまた新しくね、3期生が踊ってるのを見ると、エモいなーっていう風に感じますしね。いやー、なんかこう、ちょっとね、こう、ダンスが、あ、失敗しちゃったみたいなのが見れるのも生だから見れるところだよなとか、そういうのも、もろもろ含めてね、初々しかったなという風に感じましたね。すごい良かった劇場公演でした。杉本萌さん、パフォーマンス力やっぱすごいなという風に思いました。前回もね、初日の時かな、自分は見て、MVP は杉本さんかなみたいな風には話してたと思うんですけども、生で見て改めてね、それを感じたというか、まあ、表情めちゃめちゃいいのもあるんですけども、やっぱり身長が高くて手足が長いんで、本当にパフォーマンスがめっちゃ綺麗に見えるっていうのがあって、メンバーみんないいんですけど、その中でもレベルが一つ違う感じがしたというか、そういう風に感じましたね。あとは北村優葉さんですかね。あの子はこう生で見ててもやっぱりオーラ感というか、センターのオーラ感というかね、そういうのはね、生で見て感じましたね。いや、結局メンバーみんな良かったんですけど、今回はその二人にね、めちゃめちゃ目がいったというかね、そんな風に感じました。やっぱりこう、みんな頑張っててね、ああ、自分も明日から頑張ろうかなっていう風に思えるっていうのがね、アイドルだよなっていう風に感じたというか、今回改めてね、久しぶりに劇場公演行ってそういうのを感じましたね。で、最後、お見送りがあるわけですけども、いやー、久しぶりに生で公演見れてよかったわー、なんてね、こう、余韻に浸りながらね、メンバーの前をこう歩きながら、ありがとう、みたいな感じで、メンバーにお見送りされるわけですけども、そしたらですね、なんと、磯部ルアさんが、あー、みたいな、YouTube 見てますって声をかけてくださってですね、自分も、マジかっていう風に、ちょっとね、本当に驚いてしまって声が出てしまったんですけど、一応ね、こう、お見送りの時も声出し NG なんですよ。いやー、びっくりすると声って出ちゃうんだなっていう風に思ってしまったんですけども、これはマジで反省しかないなと。ね、声出し NG で小さい声でもね、お見送りでこう、いろいろ話しちゃダメみたいな風になってる中でですね、本当にびっくりしてしまって、マジかみたいな風に声出してしまったっていうところがね、いや、マジで皆さんすいませんでした。そこだけはね、ちょっと反省しなきゃいけないなっていうふうに自分は思ってしまったんですけど。いや、でもね、今回みたいに磯部瑠奈さんもそうですけども、メンバーから YouTube 見てますみたいな風に言われるとね、こう、改めて、YouTube ももっともっと頑張ろうっていう風になるんでね、すごいモチベーションが上がったなという風に感じました。こう、パフォーマンスも見て、仕事も頑張ろうという風に思えたし、YouTube 見てますって言ってもらってね、YouTube を頑張ろうってなるってめちゃめちゃモチベーション上がった劇場公演だったなというふうに思いました。で、自分わかんなかったんですけど、今回出演しない3人は本当に出演なしなんですね。自分的に2部とかから出るのかなみたいなふうに思ってたんですけども、そうではなかったみたいで、まあそこはまあ仕方ないのかなというふうに思うんですけども、早くね、こう3期生全員でフル公演出演っていうのがね、できる日を改めて生で見たいなっていう風に感じましたね。ね、2部とかだと、それこそ、今日は負けてもいいとか、下の名で呼べたのはとかね、そういった名曲揃いなわけなんで、それはね、やっぱり3期生全員でパフォーマンスしてる様子を見たいなっていうのがファンの中でもあると思うので、早くね、生で見たいなっていう風に自分も思ったというか、そういう風に感じましたね。はい。というわけで、久しぶりの劇場公演。めっちゃ良かったよっていう話だったんですけども、皆さんもね、何か感じることありましたらコメントで教えていただければいいなというふうに思います。はい。そんな感じで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。